ようこそ東京ときめきチャンネルへ。 MC の吉成さとしです。今回の JCJK ホームルーム企画のテーマは、付き合うならばモテる人とモテない人どっちがいい。あくまでも自分が好きになって付き合った後にその付き合った人がモテた方がいいのかどうかというアンケートです。モテる人？モテる人です。モテる人？モテる人？モテない人？モテない人？モテる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 人？モテない人？モテる人？モテる人？モテる人がいいですね。モテる人？モテる人がいいです。モテない人がいいです。モテない人がいいです。モテない人？取られる心配がないから。なるほど。モテない人がいいです。なんか取られる人？モテる人がいいです。自分のものになった時になんかモテるのいいなみたいな。モテる人がいい。モテた方、理由は？モテてた方が付き合ったってみんなに言った時にしっくりくるから。私もモテてる方がいいです。モテてる方が友達とかにも自慢できて羨ましがられて、そっちの方がいいかなって。モテる人やっぱモテるからかっこいいとか。いや、モテる方がいいです。かっこいい人がいいです。モテる人がいいです。メイクイなんで。モテる人？モテる人がいいです。モテない人？モテる人は人気になっちゃうからやだ。モテる人？モテる人？モテない人？モテるとちょっとね、やっぱ心配になっちゃうから。モテる人で。モテない人で。モテる人はあざとそうだから。モテる人？モテる人？誰もが惹かれる感じだから。あんまモテない人。モテるといろんな人から言い寄られるから。あんまモテない人が。浮気の心配があんまないんで。モテてない人が。モテない方が、はい、モテてるとなんか調子乗ってる感じが。モテる人。なんかモテるってことは、まあ、優しいからとか。モテる人がいいです。好かれてる人の方が自分も好きになります。モテる人、なんかみんなとワイワイしてる感じが好きだから、なんかそういうの見てたい感じ。モテる人がいいです。私はモテない人の方がいいかな。安心する。モテる人。やっぱそれなりにかっこいいから。モテる人。モテる人やっぱりかっこいい。モテない人、なんかモテると周りからなんかわーみたいな、嫌だから。モテる人。どうだろう、外見。外見。モテる人。一緒に歩いとって楽しそうだから。モテる人。みんなからかっこいいって言われた人がいいから。モテる人。一緒にいて気分が上がる。モテない人の方がいい。モテる人だとやっぱなんか女の子が寄ってきちゃうんで。なるほど、心配になっちゃいます、はい。50人の女子に聞いた結果このようになりました。意外とモテない人の方がいいという方が多かったのではないでしょうか。その理由としてやっぱり一番多かったのが、取られる心配がないからということです。この JCJK ホームルーム企画では皆さんが聞いてほしいというテーマを募集しておりますので、動画の下のコメント欄にコメントをお願いいたします。東京ときめきチャンネル、ほぼ毎日19時から動画を配信しております。まだチャンネル登録をしていないという方がいらっしゃいましたら、パソコンの方はちょうどこの白いボードのところをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。また携帯やスマートフォンの方は動画の下のチャンネル登録ボタンを押してチャンネル登録をお願いいたします。